2B 側座りますのが、ヒロさんなんしと、武田さんのファーストのチーム。というわけで先方戦座っているのは、KSK さんのクリフと、竹山ファースト。はい。今回はですね、うわーい、もうピヨロピヨロで、いやー、ピヨロよ、今腰痛いって。やばいやばい。ファーストがね、クリフ。あー、ピヨロピヨロ。早くピヨってくれって感じなんで、あこれね、わかりますけど、ちょっとワンクレがクリフ触ったんですけども、下に落ちる技が半回転エースなんですよ。そうです。で、相手がこう、下でなんか動いたりすると、竜巻はエースになって、負けちゃうんですね。ということで、クリフが飛んだら、下を走りましょう。これだこれだ。うわぁ、危ない危ない。慎重にコマンド入力をしなければ、あやばいやばい。ファースト使いがクリフ戦楽しいっていう意味がね、なんか分かってきた気がしますね。ただ一人、ただ一人。竹谷さんだけか。竹谷さん頭いってるからな。今ね、テンションバランスやばいんですよ。選ばせない、こいつは非常な男だ。また選ばせてましたね。ユーモアはかけらもないというか、なんというか。さあ、クリフとは何だったのかという先方戦となってしまいましたが、45さんのエディですね。対しまして大将ヒロアンジ。さあ、エディ使い本当いなくなっちゃいましたね。どこ行ってしまったんでしょうか。はい、まるで同手だ。さあ、ここでダメージ。はい、こう行ってしまうと非常に厳しい。今回立ち込みはね、やっぱすごいレベルも上がったということで、ぶんぶん振り回していい感じに当たりそうで、現実的には面倒くさそうな雰囲気ありますね。うおー、ガードポイント。どうする、これゲージはあるが、ハイリスクのフュージョンはセーフに見て。さあ、ヒロさんは結構やってくる系のプレイヤーですから、この状況。お、頭抱えてしまったが、まだね、風神しか1回しか行ってないですからね、今日。はい、風神。はい、いいです。公平な実況なんですけど、うわー、やっちゃった。怖い。シーズ、風神かよ。はい、警戒から、おお、戻してくる。さあ、いや、あっ、キャンバースは甘い。遠くて足払い、なんか長くね、今回。え、足長くなった。青木のくせに生意気だぜ。うわ、危ねえ。ヘブンリー、おっ、あ、悪い子には汚職しないとね。このスコア、押し置きだ。イエーイ。さあ、ガー、うわー、やばい、なかった。さあ、風神のプレッシャーが投げて、エディゲージ回復するのが遅い。さあ、抜いて、さあ、ガードしてみろ。しているぞ、立ちっぱなしだ。そして、そして、そして、風神だー、出たうわー、中断なんですね、今回。競売。さあ、勝ったのは、アンジです。さあ、恐ろしい試合でした。さあ、 A 番台で続きまして行いますのは、ハトさんのアバと俺のジョニー、あと中防神一人。お前何一人出てんだ、失格な。はい、俺の勝ち。ハハ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 ハ。でもこれ俺 B 筐体で試合じゃないですかね。
あれ、B 筐体は試合呼び出してないですよね。まあいいや、実況をさせてもらいます。ワンピー側がキーシャー中坊神の一人二役チームと、ツーピー側がジョニオジョニーと、今日は名前は何になってるのか、ハトアバ、最近はハトさんですね。ロボカイパソリロを、パソリロを生き抜くために医者とロボの二足のわらじを履いてみた別名ノーディスプレイ。対戦相手はジョニオジョニー、昇竜拳 50% 支払うには十分なダメージ。でもあれ 25% でできるんだよね、すごいね。あ、ダメージ、はい、青は出ない。さあ削っていく、ここまで逃げて前パンしっかり見ている。これやる、あ、ピョンって飛び跳ねたところに差し込まれて、画面端衣装切り替わって運長が当たる。俺の名でよくねえかと思ったけど、かっこいいのはこっちだから。芸術点重視のジョニオジョニーが一本です。ジョニブレ、ジョニバガちゃん早い、ミサイル重ねてジャンハイ、馬は当たらない。コイン暴れて、コインコイン、画面端のジョニオ状態、横に上に投げて気づいたらもうない。画面端は逃げる、画面端投げて立ち手ガード、さあジャンパイを投げて上ガード、今もガード、ここで爆発、カクカク動いて爆死を誘う。ノマキャンからレベル3、急いな、当たらない。前受けを避けてバーストを使っていく、ヒバインも投げて、今投げてほしい、もう1回、しかし2回目はなかった。暴れているところにチミサが通って 1-1。 さあ最終ラウンド、コイン、ダメ始め、上コインがいい感じに邪魔をしてくれる。ワイハイ、たまらずバースト、ゲージを食べたい。いいシャロボ、コインを全部避けて、はい、そう避ける。さあ前パン、さて熱量があると浮きますね。エリアルにスターター、うまうま、あれですね。しかし体力有利を取っているのはキリシャカは、はやはや爆線避ける、ジャンプ系からしっかりエリアル繋いで、画面端上上リバインから飛び出て、しかしこれは吹き飛んでいく。しかしダメージ取っている、今になってきた。もう一回暴れ中心が通って、バースト警戒コンボから殺されてしまった。運長で全てを使い果たしてしまった。たくやさん、ここ呼びます？じゃあ B 筐体、僕と天草さんのチームとオスカさんと L さんいますか？オスカさんと L さんいたらこちらの方までお越しください。あ、L さんいますね。オスカさんいますかね？あ、いました。天草さん、試合なんでじゃんけんして 1P2P 決めてもらっていいですか？L さんとオスカさんです。じゃあ実況タクヤさんお願いします。はいはい、村長が行ってしまったんだよ。敵を行きます。さあバーストもなんとか、バーストは当たって、当たってねえか。さあモルハンになって攻めてく。ここで冷静に空投げ、やけ弾のタクかい。さあ全部でなさあ、立ち回りで性格が現れてるだろうというジョニオジョニーのコメント。さあ、ニッピー側からジョニオの中央心への温かいメッセージが届いてる中、パトアバが進めていく。 2K 重ねから
ドルで暴れつぶし、メーテオが2発ほど当たり、さあスカになってしまった FBKE で立ち回り仕直したいが、ロボがいらっしゃったおかげでなんか変な感じになってしまいましたが、 K から爆弾当たらず、まだあとはもうワンチャンあるかこれ。さあ足元に爆弾 K で引き出るらしい。さあ騎射太陽剣、さあこれはこの太陽剣どう響くんだ。さあタッチパンが引っかからず、シャーガハイからさあ表正切りになって、さあどうなるどうなるどうなる、まあなんだこりゃ。最終ラウンド前パンカウンターしてバース読み、さあエース使ったがここでバース使っていく、あ降りていってダッシュ 2K から装填花5でダウンを、まずワンダウン。さあ後ろ側の爆弾両者見ている、めくりジャンプハイスラもしっかりガードして、さあ2回目ダウン、3回目ダウン、さあ6杯から行かずに 2S シャーガー S ハイスと勝ったのは、地方神。負けリーグどんどん行っちゃうこれ。A でいいのこれ2。じゃあはいはい、どこ読んでない、今ここやってて多分ここ。じゃあテレサチームどっち勝ったの。あテレサチーム何対何、ストレート B の2って書いて。じゃあテレサチームとんなんでここ2つ入ってんのこれ。え、ここが増えたからで、まだここに2つ入った。あ、まだやってないの、まだやってないの。すいません、とっとこハメ太郎チーム、とっとこハメ太郎ジャスティス、N 村ソルチームと萩原テスタメント、ご覧萩原レモンテスタメント、ご覧テスタメントチームです。ゼロ回戦もう1試合やりました、ごめんなさい。 A 番台です。やめろよマジ、俺のコインが、あごめんまた踏んじゃった、決してわざとじゃないんだ中央線つわざとじゃないだんだん串刺しにしてやるつえよ。はい、じゃあワウイシャ復活トーナメント0回戦最後の1試合です。1B 側テスタメントダブル、ご覧テスタメント萩原レモンテスタメント先方ご覧テスタメント、対しまして 2B 側N 村さんのソルト、ハメ、トトコハメ太郎、ジャスティス。さあ、トコハメるよ、ハメ太郎っていうことでね。はい、ハメられてまーす。大好きなの今ひまわりの種、ボーン金バスじゃないけど。あ、走れないハメ太郎。終わった。お疲れ、元気だったハメ太郎はもうないかまだ入ったどうすんだ、でっかいひまわり生えたよ、やったやった。ジャスティスどうすんだこれ、やべえ、ちょっとジャスティスに関してはちょっとどうしたらいいんだろうが結構やっぱ実況で言ってしまいますね。どうすんの、アクションゲームじゃ生きてるんだけど、本当にマジマリオだよマリオ、やばい、難易度上がったし、自分がダメージ食らうと難易度上がった、スーパーマリオやばい、マリオっていいのかな、まあ、いいだろ。さあ一段ヒット、やったやられはって、やばいやばい、やった空を駆けるハメンチュ終了しました。あ、MP 出したい出したい出せなみたいな、うわぁやべぇぞ、マイハイやっと炊けてるよ、投げられちゃった、そして画面外れ、ほらどうすんだこれ、どうしようもねー、はいお疲れい、ハメちゃんファーストが待ってるよ。
けどね、あれなんですよね、今までの AC でも帝大会では先方後決めがあったんですけど、もうないんですよね、同時押しなんですよ、チーム戦なので。ジャスティス非常にこの読み合いがね、普通になってきますね。本当ダメなキャラにはダメっていうイメージが今のところ本当に強すぎちゃって、これきついわーってレベル一だってなんか笑けてくるんで、ちょっと本当頑張ってほしいです、頑張ってください。さあ瞳、さあレバーを温めてもらえたところで、ここでソルがうまいことを崩していきたい。ダルキが捕まえて、さあここはバーストなんだが言わない、何本でしょう。はい、ありがとうございます。さあ昇竜拳叩き落とし、さあここはショックガー、しっかりショックガーから勝ち、はい、ゼーです。じゃあ B 問題はそうですね、もう全部動画台でやりましょう、せっかくなんでね。よいしょ、そして画面端拾って網パシ網、今回本当にコンボパーツとして網が優秀ですね。おお、すげえ、やっべ、そしてボシャンボシャン、やべ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 、ああ、ミラノバイ危なかった、これクリーンヒットしてたら死んでましたね。まあ昇竜拳、ここはちょっと焦ってしまった。一本選手は萩原レモンデサメント、今回本当に適当に瞳とか植えちゃダメそうなキャラになってますね、本当。さあ、ダッシュフィータイク重なってないと確認してから暴れていきます。なんかこういうのね、俺できないんですけど、やっぱ確認できるとやっぱ変わってくるっぽいですね。まあ、確認でしっかり、あっ、うわーん、うわー、これやばい、これやばいぞ、1本、まだ1本先に置いてあったので、これはどうなる、どうやったらそこで運ぶか、運ばない、掴めない、そして、あーたー、痛い、あー、でかいのは、さよなら、いや、そういうこと、すげえな、こりゃ、恐ろしいゲームだぜ、イエーイ、はい、ほい、あー、やばい、要塞、そしてガードしてまって、さあ、グランドワイパー、あー、どう、何、どう、ちょっと実況できません、捉えて、やばい、近づきたいんだけど、どうすんの、これ。はい、しゃがみます、するとワープしてきます、するとどうなるでしょうとかでめくられてしまうんですね。リガーさあ、懐かしい、懐かしい香りがしました。さあ勝ったのは